はいどうも、一回死んだ男の言いたい放題チャンネルということで、今日もどうぞよろしくお願いいたします。ですね、実はですね、今度2月4日に小奈木善光先生をお呼びしてのタウンミーティングですね、参政党のタウンミーティングを開催するということで、私もちょっとお手伝いさせていただいておりまして、まあ、大阪は堺ですね。2月4日の、南海高野線の北野田駅のすぐの東文化会館っていうところでタウンミーティングをする、予定をしておりまして、で、そこにその人をですね、たくさん集めて、いろんな人にこう来ていただきたいということで、こう、毎朝、まあ行けるときですね、行けるときに、朝、早朝、まあ仕事もありますんで、仕事の合間を縫って、まあ、駅立ちをしたりとか、いろんな友達とか知り合いとか、ちょっと声をかけたりとかしてるところなんですけれども、で、もうまあ、あと3週間ですかね。っていうところで、ちょっと引き率が迫って、もっとこう、声かけしていかないといけないなって思ってたところ、昨日ですね、YouTube のチャンネルで、小奈木善光さんと、あと神谷宗平さんがですね、まあ、対談動画っていうのをされておりまして、で、たまたまちょっと見させてもらったら、なんか、2023年は女性のパワーの、時代だっていうような感じのタイトルだったんですけど、まあ、そのタイトルの動画、ね、ぜひちょっと皆さんに見ていただきたいので、概要欄の方にちょっと貼らせていただきますけれども、その動画の内容ちょっと見てみると、小奈木善光さんが、まあまあ、アドバイザーってことですね、参政党の。で、あちこち日本中の、まあ、講演会ですね、タウンミーティングに、こう、出向いて、こう、講演っていうか、講話をされるというところで、その感想をこう述べられてて、ものすごいその参政党のその活動に対して頭が下がるとおっしゃってて、どこも活気が溢れてこう楽しそうで、こう元気でですね、しかも女性が輝いていると。ね、皆さんがすごく生き生きして、こう日本を何とかしたいってこう、皆さん手弁当でこうやっておられる方、姿にこの頭が下がるということで、動画をですね、こう、発信されてて、もう僕も、ね、こう2月4日、こう、だんだん迫ってきているところなんですけど、こう、さらにこう、頑張って、たくさんの人にこの、講演会、まあ、タウンミーティングを知っていただいて、小奈木善光先生のお話をですね、聞いていただきたいな、というふうにも、決意を新たにして、もっと頑張らないといけないな、と思ってた、ところなんですね。こちらが、はい。2月4日のタウンミーティング、講演会の、チラシになります。ぜひですね、この生小奈木、ね、善光先生に、会いに来ていただいてですね、素晴らしいお話、大阪の堺を中心に、まあ、歴史についてのお話ですね。日本の、まあ、素晴らしいお話をですね、たくさん聞けますんで、2時間ば、ね、もう2時間たっぷり講演会があります。ぜひ、お時間、ね、お近くの方で、お時間がですね、都合がつく方は、2月4日タウンミーティングにですね、来ていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。こちら、ね、小奈木善光さんのタウンミーティングになります。堺支部が、堺の17支部っていうところがありまして、僕所属してるんですけども、ところが今日、まあ、主催者となって、初めてなんですけどね、もう支部分割があって、初めてのその、ね、自分たちで自主的に行う講演会、タウンミーティングってことで、頑張っておりますので、ぜひ、私も、もちろん参加して、お手伝いさせていただきますので、どうぞ。もし、これを動画を見てきた方はですね、ちょっとお声掛けいただいたらな、と、思います。また、この動画でも、進捗状況とか、どんな感じなのかっていうところもですね、ちょっといろいろとお話も、させていただきながら、たくさんの人に知っていただきたいな、と
思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、この先ほどの対談動画と、ここの、ですね、詳しい詳細のホームページもありますので、そちらの方にも概要欄に、貼っておきますので、どうぞご覧いただいて、またチェックしていただけたらなと思います。はい。それでは最後まで見ていただきましてありがとうございました。2月4日は、小柳善光さん先生のタウンミーティング、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。ありがとうございました。